伊藤沙莉が定期的に見るという夢を明かした。今回の夢は魔法のような展開だったといい。という伊藤沙莉が20日、自身のツイッターを更新。定期的に見る夢とその展開を明かし、内容には称賛の声も届いている。スイート、テンパリド 100% の夢。台本をいくらめくっても、セリフが全然入ってない状態で舞台の上演5分前の夢を本当に定期的に見るんだけど、という伊藤。見るのは大体2015年の舞台、先行性だという。バル、展開としては、台本をめくってもめくっても謎の雑誌っていうテンパリド 100% というのがお馴染みだそうだが、本日も、例に漏れず、その展開だったとのこと。魔法みたいな展開、しかし、今回は、小春が一緒にいてくれて、と、タレント、酒井正明と岡田美里元夫妻の次女で女優の酒井小春が登場し、小春がめくるとセリフがあるという魔法みたいな展開、になったそう。バル、酒井とは一緒にディズニーリゾートへ行くなどプライベートでも大の仲良しという伊藤。伊藤にとって酒井は夢の中で助けられるほど心強い存在であるようだ。役者あるある、試合やプレゼンなどの本番前にその夢を見るなど、夢は潜在意識の表れであるという考え方もあるが、伊藤の夢にファンは、きっと大変なプレッシャーがのしかかってるんですね、役者あるあるみたいだね、などとコメントを寄せた。バル、また、それだけ真剣に取り組んでるってことなんだろうね。あの素晴らしい演技の裏にはたくさんの努力があるんだと改めて感じました。など伊藤の意識の高さの表れだと称賛する声や、頑張れ。マジ応援してるよ、という応援の声も届いている。